<laughs> 私の <laughs> まあとかねまあ本当になんに何ていうのすごいあの今回ゴゴリ場ではなくあの課外活動公演で卒業公演させていただくんですけどなんてゴゴリ場にしなきゃって言えって思う方もいるかもしれません私ねゴゴリ場ね個人的には好きなんですよあのこのゴゴリ場の話もしていい今からでゴゴリ場をねすごい好きなの。 てか、ゴゴリ場はねめちゃくちゃ思い出あるのレッスンからそのねまあ今初めて話すんだけどまあね私はねめちゃくちゃ今村ねずみさんにお世話になったのもうね大好きなぐらいお世話になったのそうよ <laughs> なんかさそのまあレッスンがあったわけよレッスンがでその時にねもう本当にレッスンするたびにもう なんかもうありがたいことにねねずみさんってねもうすごいねおもう初日からね「お前なんかお前めっちゃいい声してるな」みたいなこと言ってくれたんよ最初にでそれもめちゃくちゃ嬉しかったしねずみさんに言われたことが「なんかめっちゃ渋い声してんね」みたいな「嬉しかったんよ」そうとかねなんかまあその時ね仕事がね重なってたりしてあのー。 <laughs> なんかあの本当にねレッスン行けない時もあったよゴゴリ場の。でその時にねねずみさんがなんか「あれ今日三姉妹ないの?」みたいなことも言ってくれた時もあったんだってめちゃくちゃ嬉しかったよ嬉しかったんだけど当時ねゴゴリバレッスンの時にあ私仕事が連チャンで入ってた時期だったの当時。だけなんか <laughs> なんかねあの。 やっぱねみんなとのレッスンも遅れるしなんかもう遅れをとってるっていう感じがすごいね自分の中でもどかしさがあったよやん自分の中で,ですごいあのなんかもうその自分が遅れをとってて早く覚えなきゃっていう焦りとあのなんか置いてけぼりの虚しさとどうにかしなきゃっていうあのもうイライラ感が募って爆発しちゃった時があったよ。 もう本当に本当にでその時にネズミさんともう1時間ぐらいその場所でもう2人でバーって行った時があったんよぶつかっちゃった時があったよ今だから言えるけどネズミさんとそうもうバーって行ってネズミさんもバーって行ってでもその時にじゃあしたネズミさんがじゃあ明日お前朝早く,く。 あのレッスン来れるんかよみたいなで言われてなんかもう私もすっごいもう感情がもう久々にこんな感情になったからもうすっごい申し訳ないんですけどもう「行くよ!」みたいな感じで言っちゃったのそれはもう謝ったんだけどねずみさんに「あの時は本当にごめんなさい」って謝ったんだけどでなんかでねずみさんがじゃあ明日朝早くそのメンバーより先にあの来て。 なんかじゃあ2人でレッスンしようって言われてでじゃあ分かりましたって言ってでその夜にマネージャーさんから電話が来て「お前明日行くんかよ」みたいなそんなネズミさんにあのワ,ンツーワンツーマンを申し込んで「お前失礼だと思わないのか!」ってすっごい怒られてでまあ確かに失礼やわって思ってでもあで私その時「でも私はそうやってあの提案してくれたことをあの。 あの、もう受け入れて「明日は行きます!」って言って切ったんよで,あしで次の日あの、行ったんよで二人でもうずーっとレッスンしててそうで、ずーっとレッスンしてもう泣きながらよ私はもうほんとにねずみさんに怒られながらでも最後の方はそのメンバーとあの、全員で合流してレッスンする前にもう一言、なんか。 お前やれればできるじゃんって言われたんよそれでもうぶわってもう大号泣したんよ。なんもうやればできるじゃんお前って言ってお前さっきのが一番良かったぞ次のレッスンであの全部出し切れよって言われてあもうほんとネズミさんっていい人だなって思ってでそれですっごいゴゴリバ公演は好きなんよ。そうでねその。 まあね、そんなこともあってまあ、今回はご,ごりば選抜には選ばれなかったけどでもねずみさんが、まあ、最後の方に「三島は頑張ったよ」って言ってって言ってで「あの、本当に俺のレッスンに食らいついてくれてありがとう」って言われてでも本当 本当にね、もう感謝しかなくてねもう最後の方にねじゃあねずみさんちょっと最後に写真いいですかって言って二人でピースして「イエーイ!」ってしてる写真を撮ったのがすごい思い出です最後に <laughs> 二人で「イエーイ!」って言ってねずみさんも「イエーイ!」って言って写真撮ったのが思い出二人で自撮りして「行きますよー!っっ」<laughs> って言って「イエーイ!」って二人,二人で撮 <laughs> でその後にあのス,スノーっていうアプリあるじゃんスノーっていうアプリであのネズミになるやつあるじゃんこうやってここにさ鼻が鼻がついてさこうやって耳がつくやつで私が「えネズミのフィルターにしていいですか?」って言ったら「なやそれ?」って言われて二人で「すげえこれネズミじゃん」って言ってこうやって「いやい!」って二人撮った <laughs> それがいい思い出一番最後に。<laughs> <laughs> とても失礼なことをしたけどねずみさんがすごいノリノリだったけん嬉しかった <laughs> 最後めちゃなつかず <laughs> 仲良し <laughs> それはいいよ <laughs> めっちゃおもろいやろもうほんとねずみさんっていい方なんよいい方ほんとになんかこうやってあのなんか真剣にあの もうこうやって人と人のぶつかりをあのなんか真剣に話聞いてくれたとはねずみさんだなって思った本当になんかもう本当にありがとうだけんね私はゴゴリはめっちゃ好きよめっちゃ好きだけど今回はそのやっぱねお世話になったセセットセブンと勝手に四国観光大使でやりたいなって思ってあとねまあ映像に残らんけどいいのみたいな言われるけど映像に 残すのが思い出じゃなくて目にやっつけつけるのが思い出だと思ってるからその自分の2つついてる目であの見に来てほしかったのがあの加害活動公演だったから今回加害活動公演にさせていただきましたそうそんな思い出もありましたねずみさん本当ありがとう大好きです <laughs> ほんまにねあれはねもうね さこんないろんな感情になったなっていう期間だったわほんとにいやほんとにねずみさんは恩人ほんとに素晴らしいもう人としても素晴らしいしほんとにすごいほんとにありがとう喉が枯れてきたわ だけね、それがあったからこそゴゴリ場って私にとってすごい思い,なも思い出のあるあの、公演ですねほんとに今だから言えることよ今だからなんかこんなこともあったねってね話せるような感じだからねもうねいい思い出よあれもなんか本気でぶつかるその本気で ぶつかり合う人ってなかなかいないからねほんとにもう大事よねほんと、うん、そうよせやなだけどな明日は盛り上がろうねだけどね全部いい思い出全部いいもの思い出だけどね私がねまだ一番悔しいなって思ってる出来事はあるんよこれだけ言わしてくれこれだけは やっぱりね私がすっごいね STU の中であの一番悔しかったことはそのまあ瀬戸内選抜からあの落ちてあの瀬戸内選抜はの次の曲の「暗闇選抜」の時にあの選抜落ちしてでその時にあの暗闇を初披露したのがあのクリスマス公演かな1年目の。 で、その時にあの暗闇を披露するってなってで、クリスマス公演がね、あのその年齢別で分けたの大人の部と子供の部でで、その時に大人の公演でで、その時に暗闇を披露するって時があったんだけどそん時、ねあのー、そん時に、まあ、暗闇選抜の子たちがバッて歌っとってで、選抜じゃない子たちはあの下げられたの。 で、そん時そ袖でずーっと見てたんだけどもうあれはめちゃくちゃ悔しかったさすがになんかもう袖で見てる自分はないやねんって思ったよそん時なんでここにおるんやって思ったよ当時はあれはめあれは泣きながら見たねで泣いてたら絶対なんかダメだなって思ってで最後に最後の挨拶って。 呼ばれるんだけどその時にあのもう絶対泣いたらあかんって思って絶対泣き姿見せたらいけんって思ってもう全部涙拭いて笑顔で出てったんよ。そ,うそれが一番悔しかったそそ時はそれが今でも一番悔しいけどそんな悔しい気持ちがあったからこそあのなんかねあのからこそなんかもっと頑張ろうっていう気持ちも。 湧いたねマイナスをプラスに変えていったらねいいことあるけんないそう強くなれたのよそれのおかげでほんまに <laughs> ありがとうねそうよそうよそんなこともあったわまあねいろいろねまあそんなこともありつつねあのやってこれたからね 今までありがとう本当に全部いい経験だよそうやねそうだね2期生も通る道そうだね2期生も多分通る道で悔しい気持ちすると思うけど頑張れば絶対プラスに変えていけるよいやーありがとね本当にいやみんなもねありがとね出会ってくれて 今だから言えることだけどねほんまに <laughs> ありがとう <laughs> ありがとうしゃあな大変ねあの本当にねあのまあね、まあ、私は去っても STU は いるのね本当にあのまあ、本当にねあの STU の親は今後ともよろしくお願いしますまあね私もねやっぱりね STU にはやっぱ卒業生卒業していった子たちも多くてあの私もね見送り見送る側だったんだけどすっごいその時も悲しかったしなんかもう言やわっていう気持ちもわかるんよなんかもうやめんといてって思う気持ちもあるんよ わ分かるよその気持ちも分かるけどなんかそれを受け止めて明日はあの見送る側じゃなくて見送られる側になってこようかなって思うよありがとうね配信来てくれてあありがとう <laughs> せやな のんたーん <laughs> ありがちょういただきましたのんたんもしかして偽物かもしれない。この、しんたり。しんたりは、偽物かたぶん、多分偽物やわ。いや、100本物だった。ごめん。<laughs> のんたんのんたんありがちょうありがちょう <laughs> のんたん早く寝ろ <laughs> 嘘,よ嘘よ。嘘よ。いいよ。今日だけ。今日だけ。 夜更かしってしても、えんやで、前はもう。えんやで、もう。ええよ。ママが許しちゃうわ、本当に。今日だけ夜更かしして、ええよ、もう。え <laughs> えよ、えよえよ。ええよ。<laughs> かわいい、ありがとう、お前は。<laughs> せやね、もう。本当に。のんちゃんも、ありがとうね、ほん。 のんちゃんとねいろいろねロケも行ったね楽しかったよねほんとにお祭りも行ったね行ったねカラオケも行ったねそうよいやのんちゃん楽しかったよねあれあのー、ほんとに楽しかったわでもかわいいの,のんちゃんの 私の好きなポイントはあのー、そののんちゃんの誕生日の日,日に違うわ私が誕生日の日に「パルト誕生日おめでとうあの誕生日祝いに焼肉おごってね」って <laughs> 言ったっけ「<laughs> もう死んだかわいい」って思って <laughs>「おごっちゃるで」って言ったよ <laughs>。そうやったわ。 でもマイハはねこの前鍋食べたね一緒においしかったねあれもすごいマイハになんか頑張れよってめっちゃ言ったマイハは希望だからね私の希望よマイハはのん <laughs> ちゃん可愛くないクーカちゃんずっとおるんよれちびれちびラブチあ <laughs> 私クーカークーカガチ ガチに好きやったっけんあの、過去の YouTube 昨日は話したわクーカちゃんの話昨日もしたんよクーカちゃんのあ YouTuber 時代の時何好きマイハはうちの希望やけん <laughs> 希望やからそうよクーカ家の間取りの話したよ <laughs> YouTube 時代のあクーカちゃんはなほんまにダンス動画を上げてる時にあの、やっぱりねリビングで 踊って、で、しかもそのリビングの,あの机をちょっと後ろに押してダンスを踊りやすいスペース作ってなおかつ靴をちゃんと履いてで、マイクを通さずこの自分の口で歌,うってところ歌って踊るっていうのが好きでしたっていう話をしとったよ。気持ち悪いでしょ <laughs> それをね、がちゃんにも話したことあるよね <laughs> そうそんぐらいね空がちゃんの動画がねすごい好きだったよ昔見てたわー好きを通り越して愛してるん <laughs> 空は空はまだおったんか愛してるんじゃあ明日行ってねちゃんとちゃんと MC 中に「愛してるチュ」って言ってねちゃんとチュはいらんわちょっとごめん <laughs> そちゃんと言ってね明日愛してるって <laughs> 言わせるか <laughs> ここだけの打ち合わせだ喋ったらどうなるか分かっとんな <laughs> もう公開しとる時点で2人だけの話じゃないけどね「舞 <laughs> 葉が一番好きや」<laughs> 出た。 <laughs> フリーだって <laughs> ああ面白い <laughs> 私が一番好きや <laughs> やめて私のために争わないで <laughs> っていたよねいたよねなんかあの白鳥美玲っていうキャラおったよねあの渡辺直美さんがやってるキャラで好きやったわち 私のために、あの、ソありがとう。あと、あとありがとう。ありがとう。ありがとう、ラブミー。ラブミー。ありがとう。結果をやめてーっていうやつだったよね。<laughs> じゃあ、二人とも明日、MC お願いしますよ。ほんとに。盛り上げてくれたら嬉しい。懐かしいよね。めっちゃ懐かしくない結果をやめてー <laughs> めっちゃ好きやった白鳥見る任せていやほんとに明日よろしくお願いしますよくうかちゃんもよろしくねほんまに明日よろしくね盛り上げてくれたら嬉しい前はにも言ったよね鍋の鍋食べた時に帰りに盛り上げてくれたら嬉しいぞやって言って言ったわあと4分な盛り上げますよーありがとう ありがとう。ほんとにありがとう。うれしいわ。盛り上げるよー。じゃあ先にランキング読みます。最後のランキング読みです。最後のランキング読みをしましょう。前ハ16位におる。前派が16位におる <laughs>。じゃあ13位から読みたいと思います。じゃあ13位。 趣味さんありがとうございます。十二位独眼流グルメさんありがとうございます。十一位鉄さんありがとうございます。十位うっぽさんありがとうございます。九位 M 氏はさんありがとうございます。八位川ちゃんありがとうございます。七位役者男さんありがとうございます。六位エリナちゃんありがとうございます。五、えー、位因波ありがとうございます。二キオニありがとうございます。 3位、岩沢ちゃん、ありがとうございます。2位、院長さん、ありがとうございます。そして最後の1位は、おてもちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。うありがとうね、みんな。ありがとう。うあ、メンバーもね、見に来てくれてありがとう。残り3分や。ありがとう。うママイハパパもありがとうね。ありがとう。う だから最後の配信にこうやってたくさんの方が来てくれて嬉しいよありがとう本当にありがとうねありがとういやー本当にねもうこうやってねいつも思うんだけどなんか愛されてるなって思ったら「オキパオキパ・ドこール! <laughs>」もう一回コメントしてもう一回コメントして。 あレイミーもありがとうね私の地元のあのち <laughs> どこ待って大きいポどこおるんちょっと待ってどこちょっとちょっと <laughs> どこにおるのよ <laughs> 絶対に偽物やで絶対に偽物や大きいポはあ おきちゃんもありがとねほんまにちょっと誕生日の日にさちょっとあのおもしろいおもしろいことい言ってくれてありがとうおもしろかったわあのラインはじゃあおきちゃん今後もコンプラ守ろうね <laughs> あ1万超えましたありがとうございます 1, 1万人突破しましたありがとうございます ありがとうございます。いやもう配信終わっちゃいますね。あと1分未満や。ありがとうね、本当に。ありがとうございました。イエーイ。ありがとう。ありがとうね。またどこかで。明日来る方、めっちゃ盛り上がりましょう。ありがとうございました。本当に出会えて嬉しかったです。ありがとうございます。みんな元気でね。元気一番よ。 笑顔で一日頑張りましょうありがとうまたどこかでお会いしましょう。ありがとうね。バイバイ。おやすみなさい。